角田光代さんが原作小説を書きました神の月。神の月。神はペーパーですね。はあはあ、英語で言うとペーパームーンです、これ、はあ。神の月。これをご紹介いたしますが、実に良い映画です。あ、そうですか。見応えがある映画。日本映画ですか。松竹映画って言うたらそうだそうだ。日本映画なんですよ、これは、はい。そうしてね、主演の宮沢りえが実にうまい。私なら個人的に演技賞差し上げてもいいと思いますね。そうですか。それくらいうまい。で、実はもう以前ね、NHK のテレビで原田知世主演でやってるんです、これ。で、もっと前にね、うちの番組で、はい、ありがとうファミリー劇場でラジオドラマでやってるんです。あ、そうですか。でも今回映画になった宮沢りえ主演で、ま、実にうまい。へ、監督吉田大八、これまたうまい。それから元 AKB48 の大島優子、これまたうまい。へで、おもろい映画になってますが、ハラハラドキドキの連続ですね。はい、そのあらすじをね、原作とテレビドラマと映画とごちゃ混ぜにして、つまり分かりやすくするために、はい、ストーリーの前後も入れ替えてね、ご紹介いたしますが、これは私見てくださいよと。で、あの、うちの番組の試写会にください、松竹に言うたんです、はい、松竹が言うことにはこの映画に限って試写やりませんって。え、そうなんですか。言うから私も腹立てて、は、帰り松竹のドアを蹴りながら畜生と言いながら帰ってきたんです。はでもね、あの、本当に見てもらって満足のいく面白くてがっちり見応えのある映画になってます。はい、ご紹介いたします。神の月のあらすじです。宮沢りえは37歳の人妻です。で、夫はね、一流大手の商社、商事会社ですね、商社の社員なんです。で、結構給料も高いしね、ローンで買うたんですが、一軒家に住んでます。で、何の不自由もない、不満も不足もない生活です。ところがね、夫という人が、実に穏やかでおとなしい。ええやないですか。ところが、何十年も一緒に暮らしてるとね、おとなしい、穏やかなだけの夫では、なんとなく物足りないんですね。そこへ持ってきて、子供がおりません。子供がおりませんということはね、夫婦で、愛し合う機会も少ないんですね。で、ついやっぱり今の主婦ですからパートタイマーに出たりします。で、アルバイトとして選んだのは銀行の外交員です。ふと銀行へ行ったら募集という張り紙があるんですね。で、それ試験受けてみたら通ったんですよ。で、初めアルバイトやったんですが、今では派遣社員、アルバイトより上なんですね。でも正式な社員ではないけど、銀行の中で机並べてね、他の銀行員の皆さんと一緒に働いている姿は正式の社員と何ら変わりとこないんです。でね、ただ外交員ですからね、毎日自転車に乗りまして、黒のパンツスーツというんですか、パンツルックというんですか、あの黒の上着に黒の、ま、ズボン、スラックスですね、自転車に乗りますから。で、お得意様のお家をね、1日に5、6軒自転車で回るんです。なんで回るんですか、言わんでもかなちゃん分かってるでしょう。お年を召した方は銀行まで来ることができないか面倒くさいかどっちかです。だから銀行の方から外交員がお家へお伺いして、預金を預かったり、また普通預金よりもこれは定期になさいません、定期預金を進めたり、投資信託を進めたり、この度また政府が新しく国債を発行しました、安全でお得ですからこれお買い求めになりませんかと進めるんですね。そうしてお年を召した方は、おー、そんないいもんならその話に乗るわ、言うたら現金を預かって帰るんですね。で、銀行へ入金すると。で、この宮沢りえがね、まあ、梅沢りかという名前なんですが、37歳、そら宮沢りえがやってるくらいですから別品です。そこへ持ってきてね、話が分かりやすい。で、仕事がテキパキとね、もう水際だって気持ちいいんですね。だから大変宮沢りえを信頼するお年寄りが多いわけです。で、今日もね、石橋蓮司が扮する平林さんというね、気難しいおじんの一人暮らし、そこへ行ってね、定期預金とかね、それから投資信託を進めるんです。話分かりやすい。だからね、えらい石橋蓮司のおじんが感心しましてね、おー、あん
たがそないいいと言うもんならわしも乗ろうか。とりあえず200万円あんたに預けるわ。おい、ぼんやりしてんと茶わからんかい。そこの台所にお前ポッとあるやろ。わしのために茶入れてくれ。前来とった外交員はよう茶入れてくれよったんじゃ言うから、ポットのお茶、お湯をですね、湯飲み茶碗に入れて、お茶の葉も入れてね、そうして石橋蓮司さんの平林というおじんですよ、もう気難しい顔をしてね、笑うたことがない。いつでもしかめっ面してね、もう機嫌悪いんです。しかし宮沢理恵のことをものすごく気に入ってることは確かですね。で、あんた年いくつや？37歳です。結婚しとんのか？はい、夫がおります。子供はおるのか？いや、子供はまだいないんです。そうか、やることはやっとんのか？失礼なこと聞くんですね。は、いえ、夫も私も忙しい体でってはっきり言わないですよね。そんな恥ずかしいこと返事できるもんですか。で、ごにょごにょと言うてるうちにね、おじん手伸ばしてきるんです。で、宮沢理恵の肩にね、こう触り始めるんですね。その時ガラッと表の戸が開いて、おじいちゃんこんにちは言うて孫池松壮亮が入ってくるんですよ。カッとその場を見て、帰ります言うて戸を閉めようとすると、おじんがね、おい、いやいや、この人の肩にな、ほこりがついとんので、わしゃ今取ってたところじゃ言うて、まあその場をごまかしますが、機嫌悪いだけやなしにいやらしいおじんなんですよね。でもポーンとね、国債そんなにええのならわし株で200万円預けてくれるんですよ。それをね、ちゃんと袋に入れて、宮沢理恵は自転車に乗って他の家も回らんなんですね。で、銀行へ帰っていくんですが、あのおじんの家で偶然出会うた孫ですね、浩太池松壮亮。偶然なのか計画的なのか、駅で会うたり電車の中で会うたり、ちょくちょく会うんですよ。でね、今の若い人の一部にはですよ、あくまで一部には、とにかく人を利用して自分の儲けに持っていこうとする、そういう人いるんですよ。ちゃっかり言うか、功利的というか。で、意識的につきまとうたのか偶然なのか、たびたび会うんですよ。で、これ映画ではね、画面がパッと変わるともうラブホテルの一室になるんです。ただ原作はね、そんないきなり二人がそんな仲になるわけがない。原作ではそうなるまでの過程をね、じっくり描いてますよ。それでね、結局は言い寄ってくるんですよ、この若い大学生浩太は、池松壮亮は。そうしてなんじゃかんじゃこう甘えてきたりね、それから寄り添ってみたり、女心をくすぐるわけです。とさっき言いましたように、宮沢理恵は夫がおります。夫は一流商事会社の社員で、生活には何の不足もないけど退屈なんですよ。これはまあかなちゃんもわかると思います。おとなしい穏やかな夫ってこんな結構なことないじゃないですか。優しいし、ところが刺激がないんです。37歳になって子供はおらんし、今まで胸ときめいたこと、夫と共に胸ときめいたことないんですから、そういうね、そういう寂しさを紛らわすために銀行に勤めて派遣社員として働いてるわけでしょ。外交員として働いてるわけ。そういう女の退屈、そして何かこう物足りない夫婦生活、その隙間にね、今の若いもんですね、巧みにつけ込んでくるんです。ちょっと想像できるでしょ。で、結局二人はやがてラブホテルへ行くと。ここを映画ではね、突然ラブホテルの場面になるんで、それは唐突ではないかと思うんですが、小説を読んでみるとね、じっくりと段階的にそうなるように描いてあります。そうするとね、一旦うんと年下の若い男でしょ、37歳と大学生、まあ、大学4年としても22歳ですか、15歳も離れてます。そんな年下のね、若い男の若さが眩しい、若い男のたくましさに圧倒されます。ついに宮沢理恵は溺れてしまうんですよ。そうしてね、あんたこないだおじいちゃんとこへ来たね、何しに行ったのあれは、
俺大学生ではあるけれども、うちの親父が会社クビになってね、リストラされると言いますね。親父、俺のために出す金ないんだ。で、俺は学費を稼ぐために方々でアルバイトしてる。奨学金というものがあるでしょ。いや、あの奨学金を受けるにはいろんな条件が必要ですね。それ条件に合わないんだよ。で、おじいちゃんのとこへ学費借りに行ったけども、絶対貸してくれない。おじいちゃんが言うことには、俺は金持ってるで、年寄りの一人暮らしや、金はあるわい。そやけどな、子供や孫のために使う金はないんじゃ。というのは、わしのとこへ寄ってくる息子も娘も孫もみんなわしの金目当てに来よるんじゃ。たかりじゃあれば一円も出すつもりはないんじゃ。言うて何遍言っても出してくれないんだ。だから僕は例えば消費者金融とかそういうところからお金借りて、なんとか学校を続けてるんだけど、アルバイトで就職活動もできないんだよ。僕はもう学校を辞めるかもしれない。そんなこと言わないでよ。今4年生4回でしょ。ここまで来て学校を辞める、お金がないから辞めるって。で、今その借金どれくらいあるの？いや、言っても仕方ないけど150万円借金あるんだ。そう、なんとかしてあげようか。いや、いいよ、もうあんたにそんなことしてもらおうとは考えてないよ。で、二人こう抱き合いながらね、そんな話をする。あんたにそんなことしてもらおうと考えてないよと言いながら、心の底では、この女俺に惚れとんな、なんとか利用したろうかと計算動いてることは確か。これもね、池松壮亮さんがね、そのずる賢い演技うまいんですよ。で、とにかくね、その時はまだ宮沢りえとしては本当に150万をこの若い浩太のために役立てようという考え固まってないんです。ある日、銀行の帰り、夕方勤めが終わって、銀行の帰り、私服に着替えて駅降りたら、目の前に化粧品店があるんですね。で、ふっと宮沢りえ考えたんです。私はまだ37歳や、もちろん美しいけれども、もっと化粧品使うて美しく見られたい。それと毎日毎日自転車に乗って外交やってるでしょ、外回りやってるでしょ、肌荒れますよ、痛みますよ。そういう、そのお肌も綺麗に整えたい、そういう気持ちもありましてね、ふっとその化粧品店入っていくんです。で、これと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 これください。5、6点化粧品を選んだら、店員さんが、ありがとうございます、お勘定は4万9000円ですと。で、財布見たら4万円しか入ってないんです。で、その時たまたまお得意様から集金したお金が持ってたんですよ。遅くなったんで銀行へ入金せんと、家へ持って帰って明くる日に銀行へ入れようと。そのお金がね、15、6万あったんです。そこから1枚抜いてお金を足して、そうして4万9900円の化粧品を買うんです。いや、本当はね、5、6点買うたうちの1点、こんなお値段ならこれ外してくださいと言うて、外してもろうて、1点外してもろうて4万9900円です。で、4万円しか財布に入ってない。本人はね、カードを持たない主義なんですよ。だから、お客様から十数万円定期預金としてお金預かってきた、まだ持ってるんです。そこから1万円抜いて足して、そうして精算するんですね。で、あくる日、自分の ATM 現金自動預け払い機 ATM へ行って、自分の預金から1万円下ろして、お得意様から預かったお金に足しておいた。何の問題もないでしょう。何ら問題ないですね。本当にそよ風がふっと吹いたくらいの些細な出来事です。しかしね、いくら小さな出来事とはいえね、一旦人間心の歯止めが外れるとね、やがて大きな出来事につながっていくということに宮沢りえは気がつかない。1万円使おうて、お客さんの金を1万円使おうて、また後で1万円戻しておいた、全く問題ない。ところがね、心の歯止めが一遍外れるとね、些細な出来事でもやがて大きな出来事につながっていくんです。やがて宮沢りえはね、150万という金を作ってね、浩太に渡してやります。
これでね、学校辞めないでね、続けなさいよ。あともう少しじゃないの。またラブホテルでデートしてね、そういうお話をしてお金渡してやるんです。そしたらね、コータははじめ神妙なこと言うんですよ。ありがとう。あなたにこんなことしてもらって悪いね。僕はね、必死にアルバイトして、たとえ月に2万、3万と家でも返していくからね。そうしてちょうだい。でも私、利子はいただかないわ。ちゃんとあと1年か2年か3年か、あるいは5年か10年で返してくれたらそれでいいの。と言うんですが、この辺まではまだ自分の預金を下ろして使えますよね。だん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 宮沢りえはこの浩太という大学生に溺れていくんですよ。で、一方ですね、夫はね、上海へ出張を命じられて3日ほどで帰ってきます。なんで上海出張3日間というとね、夫が言うんです。実はね、上海支店へ転勤が決まったんだよ。で、この間の出張はそのテストケース、試験的な、まあ、上海というところを見ておいてくれ、言われる試験的なね、命令だったんだ。いよいよ本格的に上海転勤が決まったんだよ。喜んでくれ。銀行を辞めて一緒に来てくれるだろう。上海で住む家の大きさ、君見たらびっくりするよ。はじめは慣れないかもしれんけど、上海といえば昔から国際都市として有名で、だから普通の中国じゃない、外国の雰囲気がいっぱいでね、とても外国人には住みやすいところなんだよ。一緒に来てくれるだろうね、と言うた時に、宮沢りえが、はい、一緒に行きますとは言わなかったんです。私ね、今責任ある地位についてるの。簡単に銀行を辞めるわけにはいかないのよ。まあ、あれもやらんなん、これもやらんなんといっぱいやらんなんことあるしね、ちょっと考えさせてちょうだいと言うとね、夫はがっかりした顔になりますね。じゃあ僕は上海へ単身赴任するかもしれないのかい。もしかしたらそうお願いするかもしれないわ。夫は非常に気落ちした顔になりますね。で、だんだん若い大学生の浩太に溺れていった宮沢りえはね、もうお客様から預かったお金にだんだんと100万、200万、300万と手をつけ始めます。で、ここにね、往年のアイドル、中原ひとみ。で、かなちゃんは知らんと思いますね。江原慎二郎さんの奥さんになった人でね、バンビというあだ名で、かわいいかわいい、アイドル中のアイドルやったんです。この人が今ね、78歳くらいになりましてね、映画の中でもう頭の髪の毛真っ白でね、ちょっと認知症にかかってます。で、一人暮らしなんです。で、いつもニコ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 してますね。人の良いおばあちゃんになったんです。で、おばあちゃんが訪ねてきた宮沢りえに言いますね。この私、あなた、そう、300万円お預けしたけど、あのまま銀行に入れてくれた。はい、300万円確かに入金して、そうして証書も持ってまいりました。そうでしょう、おばあちゃん。着物買いたいんで、あの300万円下ろしてきてくれない？あ、契約解除するんですか？ご損でございますよ。いや、それ、あ、そうか。損なんですね。いいわ。そのまま預けといてちょうだいって、もう、こっち曖昧なんです、態度が。年いて、半ば認知症になってますから。と、宮沢りえは銀行へ戻ってね、机並べて仕事している大島優子。この子が今の若い女の子らしい、大変なちゃっかりもんなんですがね、大島優子、うまいんです、これがまた、言うんです。この間、玉江さんという年いた女性から預かってきた定期預金300万、あれ急にね、使いたいとおっしゃったんで、払い戻ししたいの。その手続き、私がやりましょうか。言うんでね、大島優子、いえいえ、私やります。あなたやらなくてもいいですよ。いえ、私自分でやります。言うて、こっからね、もう手口が、映画は実に詳しく説明していくんです。でね、一旦書いた定期預金の証書をね、チャラにする。これをね、書き損じと書いて、銀行では、書損というらしいんです。で、書損が生じた場合、書き損じた証書は、
つづりちゃんと書き損じた書書ばっかり何十枚とつづりになってる。そこへね一枚加えてつづって書き損じましたという理由を書いて、そうして上役の判子をもらわないかんのですね。ところがね、それ私自分でやりますって宮沢理恵言うんです。大島優子が、そんなこと私の担当ですから私やりますよ。いえ、私今後もこういうことあったらいけないので今のうちに覚えておきたいんで自分でやるわと言うてね、そうして書き損じ書損の証書をね自分のブラウスの下へねじ込んでね、そうして書き損じの理由を書いて一旦は上役係長のとこへ持って行って、この通り書き損じました、これ一旦預けた定期預金を契約解除したいとおっしゃるのでこの証書を元へ戻します、書き損じ所損ですと言って判子をもらうんです。でその書き損じたという証書を綴りの中へ綴らないで自分のブラウスの下へ押し込むんですね。で家へ帰りまして、これにアイロンをかけてコピーって機械ありますね、これ使いましてね、シワ伸ばしてまっさらの証書にしてしまうんですよね。そうしておばあちゃんのとこへ、中原ひとみさんのとこへ持って行ってね、この通り定期預金に入れときましたよと言いながら、銀行には300万円払い戻してほしいっておばあちゃん言うたはりますよ言うて、その300万は自分のバッグの中へ押し込んで、おばあちゃんには定期預金しましたよと、書損書き損じたと銀行に届けた証書を家へ持って帰って、つづりの中に入れないで家へ持って帰って、きれいにアイロン当ててね、そうしてコピー機つこて上役のハンコなんかも上手にコピーしてね、おばあちゃんに渡すと、もう中原ひとみさんも半分認知症になってますから、で宮沢理恵を腹の底から信用してますから、疑いません。ああご苦労さん、やっぱりちゃんと定期預金にしといてくださったのね。はい、定期預金に預けておきました。300万円ちゃんと入れときました、ありがとうね言うて全然疑わないですよね。でこういう手口でね、石橋蓮司平林のおじんから預かった、例えば定期預金のお金、国債買うお金、投資信託のお金、それから池内さんというご夫婦はね、ここも金持ちなんですね。ベンベイ BMW の新車を買うというお金、ベンベイという新車を買いますから下ろしてくださいなというお金もね、それは下ろして持っていきますよ。そやけれども、またその代わりに預かったお金、これは横領してしまうわけなんです。でちゃんとね、銀行行きますと定期預金の証書何にも書いてないまっさらのものがね、ちゃんと保管庫というところに入れてあるんです。で この保管庫の鍵開けるのは上役の鍵、こっちへ渡してもらう必要ありますね。でそれうまいこと嘘ついてね、鍵預かって保管庫からまっさらの証書を出して、その証書に定期預金300万預かりました、金額200万預かりましたと書き込んでね、お得意様へ持って行って、お金は自分のポケットを入れてしまうんです。でこうやってね、高田という大学生と一流ホテルのスイートルームでデートをしたりですね、一流レストランで食事をしたり、値段の高いワインを飲んだり、遊びは回って、しかもその大学生のために高級会社を買うてやるんです。さらにマンションまで借りてやるわけです。もう歯止め効かないですよ。で宮沢理恵のうまいところはね、この普通平凡な主婦やったこの梅沢理香がね、もう恋に溺れて狂って泥沼にはまり込んでしまう。で銀行の金を次から次へ横領してね、その金でその浩太という大学生にいろんなものを買い与えたり、マンション借りてやったりしてるでしょ。でも愛し合いながらね、その浩太との遊び、それに泥沼に落ちながら時々ふっと、いや私何してんやろ、こんなことしていいのかしらってふっと自覚する時がありますね。その時宮沢理恵の表情がスーッと変わるんですよ。たとえ浩太の腕に抱かれていても、私何してんのやろこれ、ふっと気がつくとね、怯えるんです。必ずバレるに違いない、バレた時に私どうなるやろ、夫はどうなるやろ、
私の実家はどうなるやろ、迷惑かかる、こんなことしてええのかしらと思いつつですね、宮沢りえの表情が迷い戸惑いにふっと変わって、次の瞬間、でもやっぱり私この人から離れることできない、こんな眩しい若さ、こんなたくましい若さを持って力いっぱい私を抱きしめてくれるこの人を失いたくない、何としてもつなぎ止めたい、またそういう気持ちがわっと表情に現れるんです。宮沢りえがうまい。そうしてね、一方机並べて仕事してる大島優子、銀行はほら制服着てるでしょ、で夕方私服に着替えて帰りますと、更衣室、着替えの部屋ありますね。二人きりになった時、大島優子が言うんです。は、梅沢さん、ええ時計してますね。勤務中それ、外しといた方がいいわよ。なんで、銀行というところは、絶えず見張られているのよ。言葉、態度、服装、持ち物、絶えず、みんなが見張ってるのよ。で、なんでか言うたら、人さんのお金、量さんのお金、扱う仕事でしょ。間違いがあったらいかんからね、いつもみんなで見張ってるのよ。そんな良い時計はめてたら、ダメなのよ。隠しなさい。勤務中は外しておきなさい。私もね、こんな時計持ってるけどもね、勤務中外してるの、今から帰るから腕にはめるわって、ロレックスの時計出すんです。で、自分の腕にはめるんです。で、まあ、私こんなこと言うてよくないけど、あんた口が固いから言うけどね、私もね、上役のあの今井さんの不正ちょっと手伝うてんのよ。え？あなた愛人なの？うちの同じ銀行、若葉銀行つくよみ台支店、同じ銀行同じ支店で働いている上役の愛人なの？そうなのよ。で、私あの人の不正手伝うてんの。どんなことをあの人の不正って。実は銀行というところは1年に私は確か2回やったと思うんですが、本店から監査が来ましてね、どれくらいの営業成績を上げておるかどうか調べに来ます。するとね、営業成績が上がってるところは、つまり分かりやすく言うと大いに儲けてる支店は大威張りですね。報告書を堂々と本店監査の人に見せます。これだけ頑張ってこれだけの成績上げております。ところがね、営業成績が上がってない。前の監査に来た時よりも下がっている。1年のうち前と後ろ、前期と後期に分けて、前期は良かったけど後期はガクンと成績が下がってる。お客様からいただく預金も少ない。で、預金の運用も下手だから、儲けが利潤が下がってる場合はね、ごまかすんですって。それは映画の話ですよ、言うときますが、大島優子が言うんです。いかにも儲かってるという数字を書いて本店に出すんですって。そしたら辻褄合わんでしょ、金額が。例えば、まあ今期の利益が5000万円とすると、7000万円と書いて本店に報告をする。な、2000万円どうするか言うたら、ぼちぼちとゆっくりと後から埋めていくんですって。そのために私、今井次長と一緒に嘘の伝票を書いてるのよって言うんです。それ聞いた時、宮沢りえはある程度ホッとしますね。ああ、私だけではないのかと。そうして大島優子は今井次長の愛人になって、ロレックスの腕時計なんか買うてもろて、でもそれは勤務中は絶対はめない。で、この二人と机並べて働いてる後ろに、小林さとみ、勤続25年というベテランの女子行員がおります。この小林さとみがまた怖い。顔をええ年して白塗りにしてね、いつでも周りを睨みつけてるんです。で、自分より若い行員ばっかりでしょ。自分は25年も勤めてますから。で、何か仕事を持ってくる、ここへハンコください、この書類これでよろしいか、言うたんびにじろーっと睨んでね、あんたね、何年働いてんの、ここで、こことここと間違ってるじゃないの、しっかりしなさい、これでは店長のハンコはもらえないわよ。私が今気がついて注意したから良いようなもんの、これでは務まらん、もっとしっかり勉強して働きなさい。この小林さとみが
どうも宮沢りえの勤務態度がうさんくさい、怪しいなぁと特に目をつけてるわけなんです。で、今日も宮沢りえは若い大学生のコータとデートをします。高級ホテルへ向かう。もうクリスマスです。街はイルミネーション、美しい赤いイルミネーション、青いイルミネーション、クリスマスツリーでキラ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 街は輝いてます。そこをね、コータと肩並べてホテルへ向かう途中、向こうから 3,4 人の女子大生やってくるんです。で、女子大生の一人ユリという女の子がいます。あ、コータ、何してんのこんなとこで。あんたね、今日私たちと一緒に募金活動をやる、共同募金とか福祉のための募金一緒にやる、そのやらねばならんのにあんた今日来なかったやろ。何や今女の人と一緒に歩いて、誰やねこの人、あんたの姉さんか。言うた時、宮沢りえがすかさず、はい、そうです、コータの姉ですって言うんですね。で、ゆりちゃんたち他の女子大生はもう怒ってます。何や、募金活動サボって女の人とデートしとんのかいと思ったけど、姉さんですと言いよった以上は、ああそうお姉さんかと納得しない、仕方がない。で、二人は宮沢りえとコータはホテルに入った。コータが言います。宮沢りえを抱きしめながらね、リカさん、俺ね大学辞めたんだよ。え、なんで。この人のためにこれだけ銀行の金横領して貢いだのに結局辞めた。そうなんだ、俺ねもう大学に望み持ってないんだよ。いろんな会社面接試験受けたけど、いいとこ一つもなかったし、それよりも先輩がねパソコンの商売しないかと言われて、こっちの方が儲かると思ったから辞めたんだよ。そうなの、あんたのためにマンション借りてあげたのよ、パソコンも買うてあげたのよ。でも何にもならなかったのね。そらそうだけど、あんた俺のこと好きなんだろ、愛してるんだろ、だったらいいじゃないか、だったらいいじゃないか、俺もあんたのことを好きなんだよ、募金活動をサボってでもあんたとデートしてるじゃないか、言うてね、ぎゅーっと抱きしめてくるんです。するともう何にも言えないですね。あ、やめてよ。そんなことやめてって言いながら逆らいつつね、だんだんと崩れ折れていきますね。そうして夫は上海へ単身赴任で行った。ちょいちょいね、電話してくる、メールも送ってくるんです。こっちは寒いよ、早く日本へ帰って君に会いたいよ、書いてあるんですね。でももう夫のそういう言葉も虚しく響くばっかりなんですね。そうしてやがて200万300万の横領がついに3000万円になったところでバレてしまうんです。まず小林さとみが会議室へ呼んで問い詰めますね。で、その前に今井次長が問い詰めるわけです。あんた本当にやったのか、家のローンの返済か何かで困ってんのか、やったのか本当に。申し訳ありません、やりました。そうか、この後どうするつもりなんだ。私は私で考えます。でも次長、あなたも私を責める資格があるんですか。いや、何、君、僕を脅迫してんのか。相川さんからって、大島優子のことです。で、大島優子はね、この不正がバレそうになる前にさっと銀行を辞めてね、地元へ帰って公務員と結婚してるんですよ。実にちゃっかりしてるんですね。相川さんから聞いてます。あなたは私を責める資格があるんですか。いや、ちょっと待ってくれ。おいおい、すみくん、すみより子、頼むわ。って、これ小林さとみさんのことです。会議室で二人っきりにして、そうして自分は店長とこへ飛んで行って、支店長とこへ行ってね、ああ、どうしたらいいでしょうね、って言うから店長が、その3000万円返してくれたらね、なんとか穏便に済まそうじゃないか、言うてる最中、会議室でね、小林さとみが宮沢りえを責め続けてます。あんた土地か何か持ってないの、それ売って3000万円穴埋めした分できないのって言うてる時に、宮沢りえは知らん顔して言いますね。なんともなりません、行くべきところに行ったらいいんでしょう。いや、3000万円返したらね、
告訴、裁判に訴えることはしないだろうと思う銀行は。あんたはクビになる。けれども裁判になったりはしないから穏便に済ませるんじゃないの？と言うたとき、さっと立ち上がった宮沢理恵が会議室に机の前にずらっと並んでいた椅子の一つを手に持った。何するんか。会議室の大きな窓ガラスをガチャーンと椅子で叩き割ってそっから下の庭へ飛び降りようとした。その時に後ろから小林さとみがやめなさいって抱きついた。その時宮沢理恵がね、ふーっと微笑むんです。そして一言言います。一緒に来る。この一緒に来るという一言に大きな意味があります。この映画のテーマはね、ここにあるんですよ。なんかなちゃん、いいですか。その時の宮沢理恵の心の中はね、人間というものはいけないことやけれども、大なり小なりみんな悪いことをしてる。これが人間社会の不条理。不条理って何ですか。理屈に合わんということですね。人間の社会は複雑で、必ず1たす1は2と、そういうことにはならないと。1たす1が3になったり、1たす1がマイナス2になったり、これが人間社会の不条理、人間社会の複雑さ。そういうもんやと。たまたま私は運が悪かったんやと。だからまあ、あとはみんなでうまいこと始末しといてちょうだい。そういう気持ちですね。反省も何もしてない。で、結局窓から飛び降りようとした。それを小林さとみが抱きしめたとき、あんたも一緒に来るって言うんですね。あんたかって同じやないか。一つ穴の無事なんやないか。同じことやってるんでしょ、あんたも。25年勤めてきた。その間、銀行で何一つあんたは悪いことしてないの？噂によると随分金貯めてる。そういう話も聞いた。あんたも私と一緒に逃げるかという気持ちですね。で、びっくりして小林さとみが手を離した隙にバーッと窓からね、下の庭へ飛び降りて、あとは走る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 、街角を回って通りを横切って走る走る走る、宮沢理恵が走ります。で、あと、わーっと追いかけてきた今井次長と店長、おい、早くみんな捕まえてくださいよ、あれを。と言うけど、もう走る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 、走って走って、かなちゃん、タイのバンコクまで走っていくんです。このあたりはちょっと、まあ場面が変わりすぎたと思うんですがね、これも原作では丁寧に書いてありますよ。さあ、この後どうなるんですか、一体。宮沢理恵はどうなるんですか。大島優子はうまく逃げた。でも、大島優子を手下に使おうて、儲けをごまかしていた、営業成績をごまかしていた今井次長はどうなるんです。次長と共に店長も責任ありますよ。店長どうなります。で、ベテラン25年の勤務の小林さとみもどうなるのか。結局波紋は大きく大きくどこまでも広がっていきますね。で、肝心の宮沢理恵は一体どうなるんですか。これ11月15日から公開されます、神の月で。この映画の中で言います。お金お金って言うけどね、お金は大事ですよ。お金というものは大事なもんですが、よう考えてみたらただの紙やないか。こんな紙に振り回されてね、こんな紙をまるで夜空にかかったお月さんみたいに尊いもの、美しいものと崇め奉って人間は右往左往、うろうろおろおろしている。これがお金の持っている魔性、魔の力ですね。でも夜空にかかった月、あれも神でできたと思えばね、人間って愚かなもんやと、醜い欲望の塊やと、アホなもんや。所詮お札、紙幣、1万円札、5000円札、1000円札といえども、神で作ったお月さんに過ぎないじゃないかって、宮沢理恵はそう言いたかったらしいんです。